ここは熊谷山井村。水と緑に囲まれた山井の朝は静かに明けていきます。季節は初夏、山井の緑も美しい時です。さてその頃、熊本市は与安町 KKT に何やら風変わりな集団が集まっていました。この集団、名を花坂一座と申します。演劇道場の社長、なぎなたの師範、雑誌の編集長など、いろんな分野の人が集まりました。さて、花坂一座とは何なのでしょう。前回放送の小国の巻を見てみましょう。まずはこの一座、町の住民と夜なべ団になる企画会議を始めました。この会議では白紙の状態から地域づくりに今一番必要なことを探ります。そのままになってました。歯に衣着せず言いたい放題、テーマが見えるまで延々10時間話し合いました。先日来たんですけども、リフレッシュ and リラックスのところと思う。その頃、小国町は台風19号の爪痕が大きく残り、倒木処理作業に追われていました。そこで小国町では植林のフェスティバルを開きました。準備期間に3ヶ月、この間一座と住民が共同でさまざまな試みを実行していきます。つまり花坂一座は地域おこしの応援団なのです。新メンバーの花坂一座、いよいよ山江村へと乗り込みます。それでは今回の一座をご紹介しましょう。花おじこと野田秀幸演出家、オリーブ丸野佳代子雑誌編集長、ベイビー石原新太菊水丸田村村長、トットちゃん井上博子プロダクション勤務社会人1年生、ドン片岡長次郎九州演劇協会会頭、牛若ママ市川美智子なぎなた師範、渡り鳥丸山真一音楽活動家、打ち上げ花火岸本明、この豪快テレビを仕掛けた張本人です。そして座長前田岩尾が座員を引き連れ山井村へと向かいます。花坂一座、あるいは地元の方が6月13日、まだ夜は肌寒い頃、花坂一座恒例の夜なべ談義がスタートしました。知ってもらいたい。山井村のテーマは何に決まるんでしょうか。必ずやこの山井村には大きなものが飛び出すんじゃないかと私は思っております。僕たちは全然全くの山井に住んだこともない人間たちが、皆さんのお話を聞きながらどこまでご返答ができるか、どこまでお応えができるかっていうのは僕らも分かんないんですよ。台本がないから、全くの無の中の暗闇の中でですよ、話を探りながら、そして一つの明かりを見出していこうじゃないかっていうのが今回のこの議題じゃないんですか。そうです。そうでしょ、ええ、大体そうだと思うんですよ。全然議題も何も言わないんですから。ですから皆さんも遠慮なしにどんどん言ってください。僕ら聞く方ですから、どうぞおっしゃってください。山自体はなかなかこうそのような売り出しがですね、まだ今までできてなかったと。そのように考えます。高速道路のですね、料金所を払うとこまで山江なんですよ。だから道路公団はですね、人吉インターってしますけども、山江ぐらいはですよ、山江インターとかですね、こうな自称ですね。道路公団言わんですか、文句は。そうですね。人吉は人吉、山江は山江なんです。昔は私たち子供の頃ですね、やっぱり川で泳いでたんですけど、今はプールでないと泳げないんですね。嫁さん問題をやはりちょっとでもですね、物をやっていうものも夢じゃないと思います。環境、後継者、嫁問題などいろんな問題が出ましたが、またまた PR 不足という点に戻ってきました。今日話を聞かせていただいた分の知識が得て帰れるような案内もあればいいなと思いました。何や、看板などか出とっとね。何ですか。看板。看板はこの山江村の名所の看板はあると。看板は出てません。
なんもねえとやろ。あ、役場のとこにありますけど、今日役場のとこあったって役場が誰が来んねやんか。まだまだまとまりそうもありませんので、ここで山江村の様子を覗いてみましょう。熊郡山江村は面積120平方キロメートルのうち 90% が山林です。質では日本一の栗が有名で、ヤマメやホタルの住む自然の宝庫です。佐賀は700年の歴史を持ち、人口4400人。過疎に悩みながらも達者化村づくりを中心に日本一づくりに取り組んでいます。では与那部談義へと戻りましょう。だからほら、いつでちゃ結婚できるぞと、まあ甘い考えですけど、女性前半は山井村の PR 不足という問題が主なテーマではありましたが、その後村を流れる前川、山田川の汚れが目立ってきたこと、ホタルが減ってきたことなどの環境問題や、後継者不足から来る栗を中心とした村の産業維持の問題などに的は絞られてきました。動いたと思ってやってるんですね。もうこれですでに動き始めてるの。こう書いてました。何ですか。しかし、とうとう5時間が過ぎました。だからですね、これは村長さんの夢としておられる栗を、日本一の栗園を栗加工工場としてですな、もう息子たちが出とるのが地元によか給料の出るとこがあったけんって言って帰ってくるようなことが村おこじゃないですかね。座長の言葉で何とか方向が決まり、テーマは栗に決定しました。数日後、早速渡り鳥こと丸山さんが栗をテーマにした歌を作ってきました。どこでもこう言ってるんだよというイメージで、丸山さん、どうやらこの歌を地元の子どもたちに歌ってほしいようです。一方、ドンこと片岡長次郎さんも一気に走り出しました。山井にある温泉健康センターで九州座長大会を開くのです。急遽決まったこの公演、そういえば片岡さん、与那部談義でこんなことを言ってましたよね。ほんで、その舞台があるからどういう舞台かなって思って見たんですね。ところが今まで日本全国回ってああいう舞台のあるとこないんですよ。両面が開いちゃうんですよね、あれ。片倉はもう家の中ですけども、まさかあれが開くと思ってなかったんですね。で、びっくりしたんですよ。そんなら中よりも外の方がいいわけですね。外、俺が外が素晴らしいから外でやろう思った。こんなここの中でやるんやったら一緒やなんだ。どこでやったって。体育館のまだ広い。だろ。そう、俺の考えは違うの。外の芝の上に皆さん座ってもらうときさ、昔懐かしい思い出をね、過ごしていただく。こっちの方が。この日は雨が止まず、野外ステージの扉はとうとう開きませんでした。残念ながら、しかし切り替えの早い片岡さん、中でやると決まったらいつにも増して力のこもった公演が始まりました。子供さんは今日の芝居を見て、三千長悪、義理と人情のそういうお芝居も中に入ってますから、笑ってください、怒ってください、泣いてください。それが大衆演劇の醍醐味でございます。最後までゆっくりお遊びください。この温泉センターは1年前にオープンしたばかりですが、室内の催しでこんなに村人が集まったのは初めてでした。今回の九州座長大会は
片岡さんらのボランティアで実現しました。田村村長も終演まで残り、片岡一座を見送りました。茨城県というのはとにかく 今もあの日本一の、まあ、生産量があって、まあ、質は今山だとは言われているらしいんですけども。さて、花坂一座、他の面々も栗をテーマに何ができるか考えていました。長くなりますが、栗のあの胃がをかまどにくべますよね。で、バチバチって弾けますよね。あの爆発力でロケットが飛ばないかとかですね、思ったんですけど、どうもこれを言うとなんか一緒に腐れそうな感じで言えなかったんですけどね。ほら、貸しの絵みたいな感じで、植え付けから全部ほら、郵送からして、あの植えてくださいみたいな感じで、収穫もしてくださいみたいな感じでやったら、栗の木がもっと増えるでしょ。私はあの泳ぎ崎キャンプ場で子どもたちと一緒に遊んだんで、もうこの子たちすごく好きになったんですけど、あのクリアホタルが登場する劇をちょっとしてくれないかな。なんか話は子どもの劇、オリジナルでなんかストーリー作ってちょっとしてくれないかな。なんかちっちゃい子どもが栗のこんなのしてたら可愛いなとか思ってたんですよね。一座が山井村を訪れたある日、スタッフが珍しいものに目をつけました。あの懐かしのボンネットバスです。昭和53年まで走っていたそうです。でも一体どうするつもりなんでしょうか。子供のように熱中している様子です。温泉センター、温泉研究センター、ボンネットバスなんてた。それの、あのエンジンを確かめようだったよね。ひょっとしたら動くかもしれんもんだけ。あの道路を動けばよかねって言われて。しかし、なんでまた今も10万年に来たというんですか。こうやって山井村で使いなかったですか。山沖の中ですか。そうです。入った。延々5時間、やっとボンネットが開きました。もう錆で食いついてもおらんし、俺もこんだけ回っておけばよかったですよ。どうして思ってたよ。うん、部品なんかしっかりしとるよ。おそらくだけ、あとは好きな人が動かしている熱情っていうか、情熱さえあれば簡単に動く。そうじゃないですか。カメラ忘れてませんか。忘れてんじゃない。すいません、監督。すいません、監督。ごめんなさい。しかしこっちも面白いもん、はっきり言って。うん、マークも面白いもん。見とったら面白い。ごめんなさい。はい、あ、すいません、86。花坂一座がまた集まりました。山井村の動きがもう一つということで、宣伝用の花坂プレスがオリーブさんを中心に出来上がりました。ところで、この日トットちゃんから意外な発言がありました。彼女はこの春大学を卒業して社会人になったばかりでした。ここで、新しい別の出発をまた考えようと思って一応退社しました。で、この病の、仕事がある時のことはもうそれにすごく打ち込めるんで、すごく自分はものすごく張り切ってる状態なんで、皆さんの、持ってらっしゃるというか、これでしようとしてらっしゃるのにも私は、全力でお手伝いさせていただける状態になりましたので、ぜひ声をかけてください。すごい。山井の子供劇を作りたいと言っていたトットちゃん、とうとうオリジナル劇山井の宝物を書き上げました。山井の象徴、クリット、ヤマメとホタルたちが
宝物を探す旅に出るというお話です。栗の歌を作った丸山さんと同じくトットちゃんも山井の子供たちと一緒に劇を作りたいと考えていました。そこで夏祭りにお邪魔して団員を募集することになりました。花坂プレスを携えて住民への PR 作戦が始まりました。聞いちゃったんだけど、大きくってトットちゃんの劇の触りを演じて子供たちにアピールしようと3人での熱演が舞台裏で続きました。そんな大島神社の一位頭にも大きいのか。このパンの水よりも甘くて美味しいのかしら。うん、きっとそうだろうね。でみんなでこう宝物を探しに行かない。賛成。みんなで手分けしてさ、宝物を見つけよう。というわけで、栗とヤマメとホタルはそれぞれ旅に出かけました。花坂一座の座長前田さんと山井村の山本さんによる花坂じいさんばあさんのコンビもこの日生まれました。楽しみです。このマロン劇団を山井村の小学校の皆さんにやっていただきたいと思います。歌あり踊りありの楽しい劇になりそうです。この手作りの劇にお父さんお母さんもぜひご協力ください。関西なまりのセリフあり、でもリハーサルは完璧です。ただいまより KKT 花坂一座マロン劇団によりますお芝居をご披露いたします。そういったわけでこの物語が始まっていきますけども、それはテレビを見てお楽しみいただきたいと思います。この花を咲かせましょう。はー、拍手。昨年度の19号台風以来、また今年も10号の台風の被害が甚大でありまして、皆さん方大変こう国の人を間近にしながら心を痛めていらっしゃることだというふうに申し上げます。かつてない栗の被害は生産農家にとっては大きな打撃となり、総会でもその対策をどうするかが大きなテーマでした。そして会場全体に重苦しい空気が漂っていました。ご覧の通り栗の帽子をかぶった子どもたちが揃いましたけれども、実は栗の歌を作りまして、この子どもたちに歌ってもらっているのがとっても上手になりまして、テレビ局でももうこの歌ぜひ使いたいということになりましたので、ちょっとご披露申し上げたいと思います。それとね、この歌をすごく丸山さんのマロンの歌を歌う子どもたちの合唱団も結成され、この日子どもたちは初舞台を迎えました。変わっていくんですけども、とっても元気のいい歌なんです。そこで、皆さん今日栗の生産農家の方ばかりとお聞きしましたので、皆さんの応援歌にでもなればと思いましてですね、ご披露申し上げたいと思います。おいらはマロン、こられるアドベンチャー、おいらの行く先はこれから話しましょう、日が降り頭をきれいに刈って、うずまい
これから先ですね、山江村の栗の加工品もですね、皆さん方から作っていただきまして、どんどん出してもらいたいと思います。これをこの加工品コンテストは栗をテーマに進めてきた試みの一つで、農家だけでなく広く一般に呼びかけ、栗の商品化を目指すものです。展示したいと思います。加工品コンテストでは生活用品も募集されました。中学校の校長古賀さんは、趣味が高じて釜まで作ってしまった人で、7人で陶芸愛好会を作っています。東大元暮らしで、これまでは茶道具を中心に作っていて、今回のような栗の焼き物は初めてということです。テーマに沿った栗を題材にした、焼き物の作品ということですね。栗の葉っぱをイメージしたお皿、それから栗ということでへそ栗で貯金箱なんかあるんですよ。今回はそういうテーマのもとにやってますでしょ。ですから少しアピールしようということで、やや大きめのをみんな作ってるんです。ちっちゃな作品はですね、大きくいきましょうということで。9月23日の加工品コンテストの日に合わせるため、急ぎすぎて水蒸気爆発を起こしたというエピソードもありましたが、7人の作品は順調に仕上がっていきました。トットちゃんの劇に出演してくれる子どもたちもやっと集まり、顔合わせと台本の読み合わせの日を迎えました。たくさん集まってくださってありがとうございます。私が一応この病の宝物というお話の原作者です。もう見つけるぞ。と言ってもどこら辺にあるのかな。宝物をみんなで手分けして探さないか。賛成。住むところもないし、私たちホタルの仲間も一匹もいないんだもの。とりあえずそこまでにしましょう。配役が決まり、劇も動き出しましたが、この劇が今後も地元の人々だけでも上演できるようにとの考えから、世話役の団長を決めることになりました。なんか難しくなってきたな。一応責任者がいらっしゃらないとまとまりにくいかなと思いますので。お前が団長が忙しくて。お茶は来てやる。おがすっておじゃ。はい、じゃあお願いします。って言うたもんの。山本さんにマロミツなど団長。体制が決まり、一安心というところで、台本に待ったがかかりました。というのは、その子供たちが演じるんだけど、見るのは決して子供たちだけではない。だからキレイキレイで行くとちょっと危ないかなっていう気がしたのよね。どうしても大人たちがね、もっともっとこうこの病をね見直すチャンスっていうか、あと もっと具体的にちょっと言った方がね、わかりやすいですよ。中身を、中身をヤマメが死ぬとか、ホタルも死んじゃうんだよ実は。栗しか生き残れないんだよね、と。もっと言えばね、僕はふっと思ったのね、もしかしたら、ホタルとヤマメ、生きも絶え絶えで帰ってきたらね、その時山の水も汚れてね、結局死んじゃうんだよね。そんなかわいそうなって思うでしょ。ホタルとヤマメを大事にしてほしいという気持ちをちゃんとこの劇の中で伝えていくというような、そういうそこまでなんか子どもたちがこう なんとなくでもいいからやってて分かってくるようなことができんかなとちょっと今日思ったんで。一番最後のヤマメのセリフも
大切にしようね僕らの宝物って言ってもらって、それだけじゃ弱いかもしれないけど、それとなく入ってはいるんですよね、おっしゃるようなことはね、ただだからそれをもっと前面に押し出すべきかどうかっていうことなんだろうけどね。問題の核心はこの劇で演じる子どもたち自身と観客に何を伝えるのかということでした。病の自然参加なのか、未来への提言なのか。1週間悩み続けたトットちゃん、新しく未来への提言を織り込んだ台本を書き上げました。撮影スタッフが掘り出したボンネットバスも、その後地元にボンネットバスを走らせ妖怪が誕生し、メーカーのいすゞは全国から部品集めをするなど魅力的でした。でもやはり動かず、工場へ牽引することになりました。で、前川沿いに今度の劇のテーマはですね、山への自然ということなんですが、前川沿いの下流から上流までと、ちょっと山に登りたいと思います。山井村の素晴らしい自然についてね、一緒に学びたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。劇の中のセリフが本当に生きた言葉になるように、みんなで改めて自然を体験することになりました。ね、あれハグロトンボって言うんだけど、他の地域ではね、熊本県内でものすごく数が減っています。なぜ減ったのかというとね、家庭排水とかなんかがいろいろ混ざって、トンボが生きていけなくなった、ね、ところがこのほら山井村ではいっぱいいたでしょ。こういうことはとても珍しいんですよ。コンクリートになった後、川の下流域では汚染が進行したりですね、そういうことがありますね。今世界中でコンクリートをなくそうという運動がですね、進んでいます。そのための研究もどんどん進んでいますので、ぜひ山井村ではですね、もっともっと進んだ技術をですね、投入して山井の自然をですね、ぜひ守ってほしいなと思います。川のね、下流域に なるとね、家庭からの排水なんかがいっぱい汚れた水がなんか入ってきてね、川が死んでしまいます、ね、こういう川こそね、とても大事な川なんですよ。わかりますか？はい、お前が無事でよかった。僕たち宝物を探しに行ってたんだ。宝物？ここに来る途中、大きなアワチの人間と出くわしたんだ。まだいいけど、こういう感じでこの二人に喋ってるんだけど、こういう感じね。次からですよ。それは役者と物と歌ですか。この劇は全てみんなの手作りで、衣装、小道具などもお父さんお母さんも加わって手間をかけて作られました。難しいのはヤマメのまだら模様、ホタルの光、栗の伊賀などの表現のようです。これをめくって、このちゃんと、そう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 、ここやろ、うん、そう、頭もそうやって書ければいい。山井の宝物収穫実行委員会が組織され、初会合が開かれました。これは栗をテーマにしたこれまでの動き、夜鍋談義から3ヶ月間の成果を分かち合うものとして9月23日に開かれる催しの母体となるものです。まだまだ明日も練習しますが、練習が大分必要だと思います。ただ単に劇するではなくて、背景から衣装から全部この劇団でやっております。マロン劇団、栗加工品コンテストなど、夜鍋談義から3ヶ月間の成果発表として9月23日に開こうというものです。これまで各部門バラバラだったので、この日それぞれの経過報告をしました。栗の総会をしました。
うちの事務局員に聞きますと、約157人ほど集まってもらったそうですけども、その時マロン合唱団の方にもご出演いただきますし、花坂爺さんの方にもお二人来ていただきまして、非常にこう盛大にですね、終わりました。特に子供たちのじいちゃんたちに習う方、ばあちゃんに習う方が多かったわけですけども、非常に目が生き生きとしてですね、何かこう生き返ったような気持ちがするということで、その後ほど終わりまして、飲み方をしたわけですけども、そこで非常にこう拍手喝采をありました。板金塗装の方、今週にはもう夜作業に入りたいというのを、そしてできれば23日には間に合うようにですね、塗装をしたいというふうに進め思っておるんですが、どうだったかな、いろいろ提案で取り組んできたんですが、まあ、いよいよ9月23日に実行委員に青年団が初めて参加し、若い血が入りました。いきなり呼ばれて何も別に関わっていることはないんですけど、来たということでよろしくお願いします。この福山さんと一回大喧嘩をしまして喧嘩できたのもすごく今思えばね、すごく面白かったし、それからこうすっかりこうすぐ横に並ぶようになりましたんで、まあ、私たちのようにこう喧嘩するようなやはりやり気があればですね、山芋こう素晴らしいこう山芋になっていくかと思っています。また今度の23日のですね、この栗加工のコンテスト、これをものすごく楽しみにおるわけで、何かですね、また栗まんじゅうと違う味を何かこう皆さんのこうアイデアでこう出してもらえたら、また山芋のまた PR にものすごくなるんじゃないかと、これを楽しみにして待っております。どういうことを話されるかなと来てみたわけなんですけど、皆さんの熱意にこうお出されたわけですけど、一生懸命やっていただいてますけど、村としても初めての試みで、村長さん、助役さんもどうなるのか心配だったのでしょう。今まで心配してないから、お前がはっきり言ってんだよ。企画通りに実行できますように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。山への宝物収穫祭を開催いたします。栗加工品コンテスト、かわいい少年少女によるマロン合唱、23日に一応名前の方で出発するでございますので、よろしくお願いします。加工品コンテストに挑む一丸婦人会の皆さん、目指すは栗のそば巻きです。栗を入れて混ぜ合わせて、これに似たのがちまきです。ちまきでしたよね。県警のお家で昔からのあれでまだ伝統が残ってましたよ。街中じゃなんか買うものみたいになってますけど。そうですね。そうですね。はいかな、はいはい、ところでなんか今日の一等商品はイノシシ一頭だそうですもし101地区に当たったらどうしましょう。さあどうしましょう。じゃあ婦人会で、婦人会でお祝いはしますけどイノシシはどうでしょうか。もう少女めっちゃ惜しいですを盛大事に挙行できますことをまずもって御礼を申し上げます。本日はクリーンピックということで、クリをテーマにしまして、皆さんから加工品等をいろいろと出品方を願ったわけでございますけれども、非常にいい品物がいっぱい出てきております。これ名前は何て言ったんですか。勝手につけましたけど、勝ち栗パンか
今よく使われてるマロンビクトリーって書いたんですけど、受付が間違ってマロンビックリになってる。一体何点の品が登場するのか、実行委員会側ではハラハラしていましたが、なんと58点も集まりました。それにしてもどうですか、このバラエティに富んだ商品の数々、山井の底力が出てますね。加工品コンテストの最中、ボンネットバスが突然会場に姿を現しました。村民にとっては山井の宝物の一つとして大きな夢が膨らみそうです。乗りごもちを一言聞かせてください。あ、最高でした。もういった。最高。お疲れ様でした。もう安心しました。マイクが入っていませんけど、いや、流行の最先端をしてます。聞こえてきました。もうおなじみになったマロン合唱団の私はマロントラベルアドベンチャー。おいらはマロン、トラベルアドベンチャー。おいらの行く先はこれから話しましょう。ひとつに頭をきれいに立って、車に揺られて西に子供たちにもいよいよ初舞台が迫っています。ドラゴン劇団の皆さんで、山井の宝物です。お父ちゃん、釣りも大変だ。どうしたの山井くん、何が大変なの。あのね、ここに来る途中、大きな町の人間と出くわしたんだ。町の人間と。人間たちは川釣りをしていたんだけど、僕が岩の下でじっと隠れていたら、すごい話を聞いちゃったんだ。すごい話って。宝物があるらしいんだよ。宝物？どんなの？よくわからないけど、それは大きくって、美味しくって、キラキラしてて、暖かいとも言ってたよ。それは、淡島神社の一位菓子よりも大きいのかな？それは、この川の水より甘くって美味しいのかしら？それは、きっとすごいスピードで走る車っていうのよりも、ずっとピカピカ光ってると思うよ。それさ、宝物をみんなで手分けて出さないか？賛成。私は空を探すわ。暗いところでも明かりを灯せば大丈夫。じゃあ僕は川を探すよ。それはきっと下流の方にあるに違いない。じゃあ僕は町に行ってみるよ。町にはいろんなものがいっぱいあるらしいからね。町の人たちに聞けば宝物もすぐ見つかるよ。よし、出発だ。あの子に聞いてみよう。寂しいことだよ。元気出して頑張って、おじさん。
でもあんなところに宝物なんてないわ。あんなところ？だって川べりがブロック張りになってて、水は濁って汚いし、お花だって全然ないのよ。休むところもないし、私たち二人の仲間も一匹もいないんだもの。私悲しくなって帰ってきたの。そうか、僕も下流の方に探しに行ったんだけど、水はどんどん濁ってくるし、息も苦しいし、キラキラしたものがある、あれだと思ったら、ガラスの空き瓶や空き缶にビニール袋、宝物なんてどこにもないんだよ。山根くん、小太郎ちゃん、どうだった？宝物は見つかった？そう、僕も見つけられなかったんだ。もうお家に帰りましょう。うん、帰ろう。山に帰ろう。でも、宝物って一体何だったのかしらね。おーい、おーい、おーい、おーい。あ、お母さん、どこ行ってたの？お母さん心配したのよ。ごめんなさい。お父さん、僕この村の川が一番好きだよ。そうか、とにかくお前が無事で本当によかった。僕たち宝物を探しに行ってたんだ。宝物？町の人間が大きくって美味しくってキラキラしてて温かい宝物があるって言ってたんだよ。それで旅に出て何か見つかったのかい？何にも。でもね、お父さん、町の木って痩せてて病気みたいなんだよ。町ってどうしてあんなに汚れてるの？町だって最初からあんなに汚れていたわけじゃないさ。そう、昔はここと同じように綺麗だったのよ。え？じゃあ山井もそのうち汚れてしまうの？山井の自然も町みたいに壊れてしまうってことなの？僕らの住めるところはなくなってきてるってことなの？確かに山井だって昔ほど綺麗じゃなくなってきてるよ。そういえば星の数も少し減ったような気がしますね。油断してると本当に町みたいになってしまうかもしれないな。え？それじゃあ僕、お父さんみたいに大きくなれないの？僕たちはこの病から出ていかなきゃいけないの？そんなの嫌だ！私ここにいたい。病が一番好きだもん。僕も。ねえお父さん、なんとかならないの？ちょっと待って、なるよ、なるよね、お父さん。ねえ、僕らが守ろう。僕らで山の自然を守るんだ。そうよ、みんなで力を合わせれば守れるわ。そうだよ、今よりずっと綺麗にすることだってできるよね。できる、みんなでやればきっとできるよ。そうして今度はお前たちの子供に伝えていきなさい。そうすればきっとこの山を守っていくことができるだろう。大きな自然、おいしい水、この私たちはこの自然があるから毎日元気に暮らしていけるのよね。キラキラした緑、キラキラした川、澄み切った水、澄み切った空気、そして澄み切った温かい心、町にはない素晴らしい宝物がここにはたくさんあるよな。大きくって美味しくってキラキラしてて、そうか、そうだったのか。そうなんだ。町の人間が言った山の宝物というのは、私たちが生きているこの山の自然のことだったのね。見つかったね、宝物。こんなに近くにあったなんて。大切にしようね、僕らの宝物。おしたが、本番を終えた顔はみんなみんな輝いていました。よし、よくやったぞ。あ、心配されるから。おい、お前がちょっとバスかかしようと、お前がちょっとバス心配したいつもの間って心配したぞ、こら。出てこっかり心配だ。頑張って。そして山井村も輝いていました。もう大成功でみんなにもう本当心からお礼言いたいです。お父さんお母さん方もみんなで作った劇で、もう元々の大
ない方の数十倍もいい出来になってよかった。やっとほっとした。本当に名残惜しいけどみんな熱心かったですな。素晴らしい協力でした。今度は一体どこに行きましょうか。今度はどこに連れておいでるやらわからんですわ。